デビルもあのポストジャッキーという意味ではですね、最高ジャッキーを目指す一人ですからね、いつもいつも、仲間とか反則攻撃だけではね勝てませんからね、はい、仲間戦い感は超便利であります。立水の余地もありません。まあ、デビル選手の場合はリングネームを変えるたびによくなってるんですね。そうですね、高橋正樹時代は体がありながらですね、肘を取らないでいたんですね。引退しましたけど、小見の方が、テクニシャンというところがね。